チェルミさんはほら全日本でも馬場さんからは評価されてたけど、うん、SWF 行ってさらに今度なんていうの関係者からもなんか評価されるようになって、うんうん、でまだ俺が言うのもなんですけど常識派ですからねチェルミさんはね、うんだから馬場さんからの評価が高かったんだろうけど、それでさ、受け身うまいからな、受け身うまいの馬場さん好きやから、だから真相はよく分かんないけど、さっき言った国際決戦内容の大島さん、木村さんを筆頭に最高時は阿修羅原さん、鶴見さん、菅原さん、郷さん、郷さん、山杉さん、いやいや、ちゃんとさん付けしましょう、いいよだけど、結局みんなやるさ、みんなね、あの首切られて、鶴見さんは切られたことじゃないですか、最後はラッシャー木村と見頃を2人だけになってたで、鶴見さんもやっぱりなんかあのデジタルレースに移るときはなんか馬場さんに対してそういう申し訳ない気持ちがやっぱあったみたいで、ね、よくしてもらったのにっていうまあこんなこと言っていいかどうかさ、マニアの人はあれも鶴見さんは大注目だったらしいですよ、全日本は。だから、1シリーズのやつが来て、それだったら安い外人馬場さんから考えりゃね、まあ、なんかそうですよ、ホテル代も買わないし、まあ、今そうだよ、目から動くようなこと先生もポロッと言うね、そうにね、外人枠ということはね、外人のカラーは日テレが持っとったんやろ、と思うで、外人のギャラは、まあ、大物も含めて全部日テレが払うとったんやろ。じゃあ鶴見さんは日テレからもらってたんですか。そう、出所はそうやと思うよ。だからあの外人を引き抜くときだって全部日テレがあれ払ってるわけ、ハンセンとかでジェットシーン、ハンセン、なんかそういうね、なんかね、あ、みんなあれでしょ、日テレが金出してる、最初のさ、あれはさ、新日本がぶっちゃ引き抜いたの始まりだって言ってますね、うん、でも鶴見さんの主催リングに登るようになったらもっと後でしょ、それはだからちょっとまたこの時系列が分かんないけど、鶴見さん多分リングになってから屋台村ってやつや、うん、屋台村がだから一番先かな、屋台村で最初や、まあこれもね、まあさ、まあ、もういいんだけどさ、別になんか大体話したかな、大晦日かね、まあ大晦日かね、また呼ばれてそう、鶴見さんとの、 絆っていうか信頼がこう深くなったのはその時まで、結局西田レフリーっていうのが、はいはいはい、で、それで、まあ、鶴見さんと、まあ、結構その頃は、まあ、今でもそうかもしれないけど本人だってマネージメントみたいな感じでやってて、で西田君が言うのは、うん、SPWL のこと社会人プロレスだったから、じゃあ社会人から吉田中学校からって言って、で、まあ、新宅とプロレスもそう思ったけど、大体 SP からは俺と内田がセットで呼ばれて、うん、で、まあ、あれ船越はセットじゃなくて、いないな、そこまだ、あ、違うの、でまだヘルスエンジェルスじゃない、そうそれはまた別でさ、で支え試合してたから、はい、でだから前も何回も言ってましたけど、俺と内田の試合見て鶴見さんが吉田内田の試合はバションとジョーみたいだなって言ってたんですね、これがもう最高の褒め言葉で、そうだそうだな、
でやってて、だって結局周りはみんなやりたがらないですよ。叩くコーチにしろ、コーチにしろ、神風にしろ、やりたくないと。で、今そういう形でしたんだけど、大晦日のやったやつがね、セルさんから声がかかって、まあ、ギャラ安いんだけどね、食べ放題に向かうぜだから大隅をするようにして、で試合終わって、まあ試合内容はね、まあ堅い試合なんだけど、でガンガンやって終わって、大隅が来てたから、その当時のサンバがプラスチャイナで来てたから、試合が終わって、今日は素晴らしい仲間が来てます。だからその時に、いまだに大隅って、新日本のね選手が来てたんです。選手が紹介、ミュージックもないんだから紹介してるわけないじゃない、こっちは、ね、大隅のこと紹介してるんですね、実は我々の仲間、素晴らしい選手が来てます、はい、選手は襟を探したらしいんです。でも俺知られるんだからさ、新日本プロレスの選手なんてさ、新日本選手が知らねえよ、バカ野郎。でそれと何回かお会いして、一応この挨拶はするんだけど、下向かれてんね、あの野郎で、ね、あの野郎。でその時の伝説がそれ大晦日だったんですよ、で俺ら車で行って、まあね、その当時から国際のアニマル浜口様乗るって、浜口さんが言ったんだけど、他の選手たちは飲む打つ買うっていうね、その金がサーレンがあって、屋台村っていうのは横浜にあって、とりあえず俺らはブルブルですよ、試合終わって飲み放題になってから分かんない、でも車で行ってるから、それから川崎のいわゆる S ランド街に行った、はいはいはい、そこで寝てたわけで、車で乗ると聖子に付き合ってて、元旦の早朝5時ぐらいにおまわりがトントンってやって、早朝5時ぐらいにおまわりが、おまわり大嫌いだね。車の中ではサンバカプラスチャイナがいるわけですよ、吉田、内田、大隅、チャイナっていうのを、周りが俺が運転してたんだよ、やばい、これやばいな、やっぱ時効かな。でドア開けた瞬間に困る、相当アルコール臭いですよ。さあ内田が横で、バカ野郎、エマは飲んでねえ、エマは飲んでねえんだよ、これエマニエル花口だったから、エマニャエマは飲んでない、お前もガンガン、そうそうエマは飲んでないって、何だかわけのわかんないこと言われたって、じゃあ気をつけてくださいよって言って、これ関わらない方がいいななんて、ガンガンして早々から大男3人とハゲが車の中でエマは飲んでねえよ、エマは飲んでねえよ、いい思い出ですよ。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。